北朝鮮核実験と弾道ミサイルの発射を再開か。先日、国連の軍縮会議において北朝鮮の外交官が次のような主張を行ったことが明らかになりました。北朝鮮はアメリカとの信頼関係を築くため核実験と大陸間弾道ミサイルの発射を停止してきた。アメリカは北朝鮮の発展を阻止し、 北朝鮮の政治体制を破壊する野心を変えないことが分かった。先方が守らない約束をこちらが一方的に守らないといけない理由はない。アメリカが敵対的政策を続けるのであれば、朝鮮半島における非核化は永久に実現しない。アメリカが一方的な要求を押し付け、制裁に固執するのであれば、北朝鮮は新たな道を 模索せざるを得ないとなっておりましてこの新たな道が核実験と大陸間弾道ミサイル ICBM の発射再開と見られておりますけれども既にアメリカは北朝鮮による核実験が再開される恐れがあるとして核実験を監視する航空機を 日本に派遣しております。日本政府には今後北朝鮮が。さまざまな形で挑発を繰り返す恐れがございますので。情報収集を強化していただき。国民を守っていただくように。お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。